それではですね、Q&A のトークセッションに移らせていただきたいと思います。いろいろとあの前半からお話を伺わせてあの伺った先生方にこちらに登壇していただいておりますので、お話を伺わせていただきたいと思います。トークセッションの座長は吉田先生にお願いするということでよろしいでしょうか。 かすいません、なんだかね、ちょっと急にバタバタしておりますけれども、えー、皆様からですねあのご質問、質問表を頂戴いたしまして、その質問表から、えー、こちらでお答えできそうなこと、選んで、えー、皆様にお質問のお答えをしていきたいと思います。えー、そして、えー、事前に質問ありますかということで、事前の質問も受けたまわっておりますので、その中からも少し、えー、質問を取り上げさせていただきたいと思いますが。 あの私今回この胃がんのもっと知ってほしい胃がんのこと2017陰気風ということでいろいろインターネットなども探してみたんですけどあの胃がんの検診がスマホとそれから郵送されてくるキットで簡単にできますよという記事を見てあこれなんかすごい便利なんじゃないだろうかと思ったりしたんですけれども先生方からするとああいう形の検査キットが出てきたってことはどういうふうに はい、ありがとうございました。座長応接がありました吉田でございますが、中井さんの横でちょっとド胸がドキドキして慌てております。で今の質問、検診、まあこれ行こうと思ってるんですけど、まあ検診をインターネットでピッと引くと出てくるんですか。ああ、はい、出てきました出てきましたなんか。インターネットで見る検診。そうあの、SN、S N S スマホなんかで調べてみたら、うん、それで自分でどうも血をちょっと取ってそれを送って で、で胃がんの、なんか、見たことある人手を。あんまないですか。あ、あんまでも何人か、ね、<ー>いらっしゃいます、ね。皆さん、インターネット使われない。んそんなことはないですね。まあ。まあ、これは荒木先生、検診、まあ、今日先生がテーマとして。検診を出されましたけど。ね、検診って、まあ、あん施設行かないかんねん、もうまっぴらごめんやと。はい、いうふうに思ってられる方が、これええやん、家に、自宅で。 採血は自分ですんですか。かそうみたいですよ。それを見ると採血は自分で、まあ、ちょっとちょっとした量なんだと思うんですけど。そ,そんなのでわかるのかなってちょっと不思議に思ったりしたんですけど、どうう <laughs> ごめんなさい。急に <laughs> そんそういう話から始めちゃって、ごめんなさい。荒木先生に答えてもらっていいですか。わ、はい、かりました。あのおそらくで僕もそれを受けたことがあるわけじゃないんですけど、それはそれで胃癌が,んがあなたが胃がんかどうかがわかるわけじゃないと思うんですね。ただあのさっき言った。 おそらくおそらくというか、ピロリ菌がいるかどうかっていうのは少しの血液でわかりますし、あと進んだ胃炎があるかどうかっていうのも血液で結構わかるんです。そうすると何がわかるかって言うと、ピロリ菌がいる人はこうお話しさせていただいて。二 の心配がありますすよということですねそれと進んだ遺炎のある人もやはり胃がんができやすい人ですよということになりますから、えー、そういうキットやなんかあるいは会社の検診やなんかでも今そういう検査をしているところがあるんですね言葉で言うとピロリ菌の抗体検査それからペプシノーゲン検査とかですね ABC 分類とかそういう言葉が出てくるかと思うんです。でそういういのは胃がんが できやすい人を見つけましょうということですので、そういうので危険度があるって言われた方は、あのかかりつけの先生とか。まあ、消化器内科消化器科の先生にご相談いただければいいと思います。で、あのまあ、やっぱり皆さんに今日のこういう会もそうですが、やっぱ胃がんに興味を持って自分の。 ことですねピロリ菌のこと、自分の体がどうなっているか、自分の胃がどうなっているかっていうのを知っていただくのがまず大事だと思いますから、そういうことをきっかけにして、でもあの自分の胃に興味を持っていただくのが重要だというふうに思う、ただそれだけで全部がわかるわけ、今、あなたにがんがあるかどうかが全部わかるわけではないということにご注意いただければいいといいとうに思いますえと私、中居さんの方ばっかり見てて、ちょっと途中、聞き逃したんですけれども。<laughs> あの結局 そのインターネットでやるけん検査受けた方がいいんですかあの受けないより受けた方がやっぱりいいと思いますあた,ただ住民検診はあのもうちょっと小山さんに変え、ね、ちゃいましたけど住民検診ですねあの市や市町村があなた皆さんのところにご連絡が来てやるのは今 バリウムのの検査は全ての市町村でできますそれと今最近あのできるところでは胃カメラを選択することができます。バリウムの検査は40歳以上ですね胃カメラは50歳以上の方ができますのであの市町村からの連絡はそれだけです。ただそれ以外にあのリスクを見ようということで会社の検診とか今言ったような個人自分でこういうことを調べてみたいなという方に関してはいろいろな方法がありますからぜひアプローチをしていただいて。 ただその解釈を決して間違えないようにあのお医者さんに相談していただけるといいかというふうに思います、はい、ありがとうございます。あのピロリ菌についてはいろいろとご質問が来ておりまして、えー、ピロリ菌がいると胃がんになるというリスクがあるが、えー、ないと食道がんになるということを聞いたことがありますんピロリ菌がいると胃がんになるリスクがあるけれどもないと食道がんになるということを聞いたことがありますピロリ菌がいてもいなくても胃がんか食道がんになりますか まあここはちょっと解説しますとですねピロリ菌があると胃炎になるので胃酸が減るんですよね。そうすると胃酸が減るとあのまあ太った人なんかはあのこうよく逆流しますよね。ピロリ菌を除菌すると胃が元に戻って胃酸がたくさん出てきてたくさん、ああ佐治先生も私もそうですけども腹圧が高いとすいませんあの胃液が逆流してくる。 まあ、そういうことで食道ガンができるんじゃないかというああ、そういう意味なんですね。素晴らしい質問です。はい、荒木先生。<laughs> そうですね。あの食道ガン、ただ日本の人がなる食道ガンのうちの、えー、9割くらいは、えー、あまり遺産と関係がないです。であのだいたい問題なのはお酒をたくさん飲む人、お酒飲んで赤くなる方、それからタバコ吸う方。 で男性の方があの日本人の典型的な人ただ欧米ではもうそういう食道がんの人は減っていて今吉田先生からご紹介いただいた遺産が逆流して遺食道の境目がずっと荒れ続けてがん、えー、ができてくるっていうがんが増えている特にあのアメリカの方ともうそっちの食道がんのが増えているという風です日本は大抵、えー、遅れて欧米に続いていますから日本でもそういうものが 増えてくるかもしれないといととうことですですから胸やけの症状があるような方あるいはそこにずっと炎症があるような方に関してはあの内視鏡を受けてやっぱりいただくといいと思いますやっぱり内視鏡で見て初めて分かるようなわずかながんが今見つかる方は増えていて僕らのところでも食道がんで内視鏡で治療する方のうちの10%ちょっとくらいはそういうタイプの胸やけから来るような食道がんの方が見えますのでやっぱりこれから日本の方もそういうことはちょっと注意されて ただ、胃がんに比べてだいぶ数は少ないですから、まずは今日のお話としては、まず胃がんを克服しましょうという感じでしょうか口挟んででいいですどうぞ先生方あの、いろいろどんどんあの田中先生症例に関して言っていただいて大丈夫です今、そのまあ、逆流によって起こる食道がん、まあ、増える確率があるというのと、今、先生が今回そあの説明してくださった食道がん、逆流が増えて、腺がんのことですか、先生。 あの実際、ピロリ菌が減った上でです、ね、えで、ー、今、教授言われたようにあの胃酸が増えてしまいまいすあのピロリというのはアルカリ成分を出すので胃酸の中で元気になるために中和するので、えー、そのピロリ菌がいなくなると胃が元気な胃酸がお隣の臓器の食道というのは胃と全然違って胃酸に目っぽい弱いんですね。で教授言われたように、えー まあ僕もそうなんですけど内臓脂肪が大きいと胃が斜めになっているので逆流しやすいんですねそうするとお隣の臓器の胃酸が弱いところがすごく炎症を起こして結局はがんになって実際そのここ数年でもですねもう34倍に接合部がん欧米に多い食道部接合部がん癌がんというのが増えてますね違いました 聞いてますよ聞いてますよ私中居さんのほうばかり見てます違います、はい、お願いします先生、はい、終わったんですか話欧米化してるってことですねはい、はい、先生栄養つきすぎて腹圧どんどん高まってきたら逆にも増えるじゃないですかいやそれ,はあると思んけそれはあると思いますねなのであの私多分ビロリ菌いると思うんですけれども、うん、絶対食道癌になると思ってますので、うん あのピロリ菌をあえて除菌してませんが、まあ、それは語弊がありますので、えー、胃がんにならなくても食道がんが増える,か増えるなるんだろうなというふうには自分では思ってますので、えー、この公開口座が決まったので6キロ減量しましまた <laughs> やっぱりねあのバランスの取れた食生活と、はい、運動というのがね生きていく上で必要かと思いますけれどもはいあのまあ要するに、はい、なったとしても。はい 早く見つかれば大丈夫だというご理解よろしいでしょうか。はい、ね、はい。はい、ね症状がそがまあまあ偶然見つかるみたいな感じですけど、偶然見つかった人はもう内視鏡でも治る人もたくさん出ていますし、うん、あの。 取ったものもよく調べてやっぱり微妙なところは吉田先生田中先生にお願いしてあのともかくあと治りきるように手術を受けていただいている方もやはりここ数年増えてきていますので、まあ、ただ胃のことを心配していただければ必ず食道もあるいは十二指腸もえ内視鏡内視鏡っていうのはあの必ず食道当然ですけど食道を取っていきますから食道もよく見ますし食道というの境目もやっぱりこういうことが話題になっているのは。 あの皆さん以上に医者の間では話題になっていますからそういうところもよく見てあのちょっとでもおかしいかなと思ったらえと内視鏡っては見ただけじゃなくて細胞も必ず取れますので細胞を取ってがんがないかということは確認するようにしていますのですいません追加で歩先生方見ていただくのはあの逆流があるとバレット上皮という変化を起こしますので、えー、これは食道側の扁平上皮と違う胃の上皮が上に上がってきますからそのバレット上皮になった 場合はかなり難しい診断がいるので、えー、慣れた病院でバレットを見つけられた場合は慣れた先生の下で、えー、がんのチェックは半年に1回ぐらいですか先生やった方がいいという,あそ,うそうですねあのまずスタートで怪しければあの微妙ながんとがんじゃないの,のの正常の境目で見つかる人も見えますからそういう人に関しては目に見,見せてもらうことも当然ありますやっぱりそういう微妙なところです でも僕らは微妙なところを何とか見つけて微妙なところをはっきりさせたいと思って精密検査をしていますからぜひ、微妙な感じで先生に言われたら1回、大きなところで検査を受けてみたいと言っていただいてもいいかもしれないというふうに検診のことが、ね、やっぱり質問の中でも多くてもう1回、再度説明をお願いしたいんですっていうことで胃がんの検診を受ける場合に自覚症状 がある目安はどこですかっていうのとどのぐらいの間隔で内視鏡検査を行ったらよいのかというのをもう一回説明していただけますかという、えー、また僕が話しますけどまずあの検診を受けるのに自覚症状は何を目安にしますかっていうご質問ですけどあのこれはあまり思いとしては良くないということですね。自覚症状がない人にを見つけように 病気を見つけようというい検診であります例えば自覚症状なんか胃が重たいとか、えー、先ほど高橋さん言われたようにやっぱりなんか痛いのが続いているとなんか今まで経験したことない症状は胃なのに背中のことも確かにあるんですねそういうことあるいは胸やけこのもう胃よりもう少し上かもしれないです何かあったそれは自覚症状っていうのは何か原因がある場合が多いので自覚症状があった方は検診を受けるのではなくて病院で あるいはクリニックで先生に言っていただいてあのその原因を調べるようにぜひしていただきたいというふうに思います病院に行くのにお薬をもらいに行くというよりはその症状がなんでかなっていうふうに思って病院に行っていただけるほうがいいかなというふうに思いますで。検診に関しては症状がない方ですね、今も、えー、僕もよく話をするときにもう全然元気だしご飯も食べれるし。 何ともないから胃の検査はしてないですって言われる方はよくいらっしゃるんです。まあそういう方こそが検診を受けていただくということで、あの症状は検診の目安にぜひしないで、症状があったときにはぜひあのお医者さんにご相談いただいてその原因をまず調べていただくというふうに覚えていただくのがいいと思います。ねはい、うちの近くにまあおばあちゃんとまあご高齢の畑仕事をいろいろしてられるんですけど、そういう人たち症状が全くないんですよね。でまあそんな検診はお金払っていくのに。 まあお金払うぐらいなら孫に何か買ってやりたいわっておっしゃるんですけどどうしましょう <laughs> それは難しいんですがあの今えと市町村の検診はかなり補助が出ますで胃カメラあの胃カメラできるとか胃カメラに関しても補助が出ますしバリウムは先ほど小山先生500円くらいの予算で受けれますということでありますのであ,のあまりかかりませんからそれとまあもし症状があってかかる場合にはそれはすべて保健医療で皆さん保険 をおはいになって見えてそれで何割かにはなりますけれども多くても3割の負担で済みますので何千かで検査できますからあのやはりぜひとそれと感覚がってほどのがあったんですけどえと基本的には50歳以上の人で何ともない人で胃がもしきれいである人であれば2年に1回ですいいですよっていうのは今年以行するド症から検診の感覚と出されています。 今日いらっしゃる方だいぶご高齢の方が多いかというふうにお見受けするんですがご高齢の方はピロリ菌がいる人あるいはいたことのある人があったりするんですねいたことのある人は萎縮性胃炎っていって胃の粘膜がピロリ菌で荒れたあとがどうしても残ってしまいますそういう方に関してはピロリ菌を治したあで結構きれいになるんですけれどものピロリ菌を治した後で結構きれいになるんですけれどもまあ僕らとしては ちょっと心配なこともありますから1年に1回くらいお顔を見せていただいてそれで検査を受けてくださいねって言ってお願いすることが多いですでそれぞれの胃がちょ,っとやっぱりちょっとずつ違いますからそれは検査を受けてくれた人してくれた人あるいはかかりつけの先生とご相談いただいて次の感覚をいつごろにしようかということを話をしていただけるといいかなというふうに思いますそうあの毎月受けることは絶対ないですけれどもあとあの血液検査で早期発見は可能ですか 私も血取ったら大体全部いろんな病気が全部わかってくれるんだろうってある時期まで思ってたんですけど、血液取っただけではもちろんわかんないわけですよね、先生。そうですね、わかる場合もあるんで、まあここら辺はまあ専門であるサジ名誉教授にぜひ一言、秘書お願いします。あの大変失礼なんですけども、異常のある人は出ます。 そうですかだから健常か異常かわからない人は出るわけないですよ、うん、だって酒ちょっとしか飲んでない人にあなたは飲んでますかどうかってわかんないです明酊まで行けば確実に分かりますで明酊から悪くなってるのか冷めてきてるのかも分かりますけどもその前は残念ながらなかなか分かりませんただ方法としてはスロープアナレシスって前な3ヶ月にずっと測ってそれをグラフにしますと 正常値で少し上がっているとかちょっとやばいなというのは想像がつきますその辺ですだから異常のある人はぜひ測ってください、うん、あとは先生もともと上がってた人で手術した後のマーカーのチェックとかいうのはよく言われるんですけどどうでしょう今の,はあの答えはですね再発した時に同じ形のがんが再発するとか そういうい場合ににははマーカーカ非常に有効です高かったりとは必ず下ががまますし最す最上がってきますだけどいつも同じ形じゃないんで違うがんが出てきたら違うがんが上がってくるとそのマーカーでは動きませんそこをよく理解する必要がありますね、まあ、ほとんどの人はマーカーでマーカーでって言われる方が多いのとあとは会社で検診を受けたんだけどなんで見つからなかったのかなって言われるまあ会社の検診ほとんど体重とか福井とか。 そんなばっかりで、がんの検診じゃないので、まあ、そこのところは気をつけて。まあ、ちょっと検診をしにつなりましたので。うでね、少し。ええ、内視鏡の切除や腹腔鏡の手術なんですが、本当に安全でしょうか。う難しい質問ですね。荒木先生、内視鏡の切除安全ですか。ってあの。 まあ人の体を切りますからあの内視鏡でもやって切りますからまあ例えば血が出ない一滴も出ないことはないわけでありますでまあ血も出ますし胃の壁は薄いところの内側だけは入っていますからあれが胃の壁を突き抜けてしまうと線香っていって胃に穴が開いちゃって胃液がおなかの中に漏れちゃいますから腹膜炎っていっていろんなことが起こる可能性はやっぱりありますけれどもまああの そうした場だからそれををををままたた傷を閉じたり血を止める処置具を持ってやっててやいますそれでもあの困るような出血とかもう先行してお腹がとっても痛くて熱が出てそれが何日も続くような大変な状況であればやっぱお腹の中をきれいにしてもらうように外科の先生に手術をしてもらうという必要がある場合がありますけどそれはとっても頻度としては低いです。100人やって えと1人もいないいいなくらいだと思いますそんなあのことになるなる、まあ、こういう治療とかっていうのはどうしてもそういうことはあるんですけどただ他、えー、っておくのもいけないしでそれなら、えーまあ、上手な外科の先生にしっかり手術をしてもらえばって言ってもやっぱり胃も小さくなってしまったりとかっていう不都合なこともありますからあのその患者さんにとって一番合った治療を しよううとということなるべくぴった,りただ外れるちょっと外れるって言い方悪いんですけどあの取ってみて答えが違うこともありますからですけどその時点で一番ぴったり患者さんにとって治るし、えー、負担が少ないし安全だしっていう治療を選ぼうと思って僕らも吉田先生も田中先生もいろいろ考えてやっています。であの精一杯安全ににできるようにして いますし、まあ、そういう治療ができるよう。まあ、なかなかやっぱり微妙で難しい手術ではあるので。あの、そういうのが上手にできる。病院っていうのはある程度限られておきますから、そういうところ、情報も得ていただいて、受けていただくといいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。えー、続いて、あの、講演を聞いていましたが、癌の人は栄養を与える、まあ、栄養を取ると。 がより大きくななってししまううのではないではいょうか心配ですっていうご意見なんですけれどもご,ご質問にはししこれはもう田中先生、はい、あのおっしゃる通りなんですけどがん、はい、以上にさっきちょっとスライドをお見せしましたけどもがん通常の細胞が食べるよりもがんが食べるスピードの方が3から8倍。 糖分は食いつきますので、えー、それはそうなんですがじゃあ栄養をやめてしまった場合にまず人間何から切っていくかっていうとさっきも言いましたけど小腸の壁、うん、そしててリンパ球から減っていくんですよそうするとそれはがんが大きくなるかもしれませんけどリンパ球っていうのはがん細胞を見つけて抗原定時してやっつける細胞が枯渇してしまっては。 抗がん剤も続かないしがんも見つけれないしつまり戦っていけないのでがんが大きくなるという栄養を与えることでがんが大きくなるという確固たる証拠はございませんそれよりも治療を続けるための最低限のバランス良い食事というのは必要ですし中にはそのがんの栄養がんによる炎症,炎症を抑えるという ちょっと今日時間ありませんけどもまた機会があれば後でお渡しますがそういうアミノ酸あるいは脂質というのもあるんですねなので一概にそういうわけではございませんのでそこだけは勘違いないようにというのは常々申し上げますよくある質問でじゃあ私食べませんがんに栄養を与えないで食べません絶食療法という誤ったあのキャンペーンも 昔はあったんですけどどうですかもう本当にまあ、今はちょっとそれはないですねとにかく、えー、スライド中出せませんでしたけども皆さんががん治療を続ける上で大事なのは体重維持っていうのは食道がん胃がん膵がんっていうのは体重を維持しないと 抗ががん剤が続けられない QOL 生活の質がガタアチというのもう高いエビデンスが出てますから最低限歩けてしゃべれて食べれてっていう意味で外来に元気で通って週末はお孫さんと遊ぶという生活があった上で治療が続けられるというふうにその辺りは高橋さんもねその食べることがすごくお好きだった。 っていう風にスライドでもおっしゃってらしたし、今でも食べることが好きだけれども、やっぱり体重の維持をしていくっていうことは、今ご自身にとってもすごく重要なことだと思うんですけど、どういう風うに工夫してらっしゃいますか？はい、工夫でもこれって年齢にもよると思いませんか？はい、私、結構食べるのも大好きだし。うん、なんかこう？本当に好きなものを好きな時に食べるっていう感じなんですよね。 だから特に工夫とかはしてるわけではないんですけどうんと、まあ、術,術後、ちょっと体重は減ったんですけど、まあ、徐々に戻ってきていてでなんか最近ちょっと太ったなっていう時もあるし体重は結構変動します。痩せたり太ったりり。太っ大体、術後っていうのは大体、佐先生半年ぐらいまでずっと減りますよねそこから下げ止まりがきて元に戻ることは少ないんですよ。 ですから高橋さんの場合元に戻るっていうのはやっぱり今回いろいろな活動を見せていただきましたけど非常に前向きでいろんなことをアクティブにやっておられますよね。だいぶ患者さんとなってしまったらずっと初言となってしまってその外に出るのも嫌だとかまあそういうことを考えがちなんですけどまあ高橋さんにも講演で言われたんですががんになって気づいたことって結構あられるって、まあ、そこら辺も一つあの要素かなと思うんですけど一番こうがんになって気づいたこと。 でなんでどんなことですかね。へ難しいですね。打ち合わせなしですで <laughs>、ね。癌 <laughs> になって気づいたこと。なんか本当に食べるっていう行為自体って誰もができる当たり前のことで食事について考えたことって今までなかったんですけど。<laughs> 食事にこ穴あていいですよ <laughs> あ。ああそうですか。 例えば音楽の活動であるとか、まあいろんなアクティビティ、はい、例えばね、まあこういう活動も積極的にやって、えー、前向きにね、やっぱり社会貢献しようと思われている、まあその原動力になったのかなと。そうですね。癌になってなかったら、多分こういうことはやってないと思いますね。はい。だからそういうやっぱりアクティブにいろんなことを前向きにやられることっていうのもやっぱり体重減少。はい を,を抑制するということにも田中先生非常に重要ですか おっし目標がないとですねなかなか人間頑張りません、えー、そのためにはあの皆さんもですねもしそういう場面に万が一なってしまった場合は、えー、積極的に引っ張ってくれるです、ね、栄養士あ,のあるデータで、えー、40%日本人の1,600規模のアンケートで45%の人は実は自分がこうやりたいとかこういう栄養剤がやりたいとかこういう治療を受けたいっていうのが全く言えなかったっていうデータもあるので。 えー、今、高橋さんの話もありましたがアクティブに出てきてくれる患者さんはいいんですが大体、だいたいおじいちゃんおばあちゃんは遠慮してしまいますので自分がやりたいこと進められてもできないことこうしたらいいんじゃないかということを相談に乗ってくれる先生をすぐ探すことだと思いまます佐々先生がが人の栄養を取ってしうううかどうかどといい話でこれれはあの10年ぐらい前にに猛烈に研究された実験があります。 でその時の考え方はがんが欲しい栄養と普通の人の欲しい栄養のアミノ酸が違うんじゃないか、ね、でアミノ酸アンバランス療法というのがありましたで点滴する時のがんの患者さんの場合には通常のアミノ酸じゃなしにバランスというのはメチオニンとかあるがんを抜いたあの栄養剤ですねでそれをかなりやったんですけども答え出なかったですね結局あの証拠なんかもやってましたよ 結果あれどうなりましたその <laughs> まあ今あの言われてることはワーバグ効果って言って普通の1つの細胞よりもがんの方がグルコースの消費が4 6倍から9倍ぐらい高いんですよ、うん、だからそっちにどんどん取られるで一方ですね免疫の細胞が栄養源に使うのはこれは田中先生何でしたっけグルタミンでしたっけ さあ、このグルタミンが多く含まれている食品、腸の栄養にね、なるって、すごくお話ありましたけれども、その。じゃグルタミンが多く含まれている食品も教えていただきたいですというのも質問。おお、中井さん、これ、何でもいいんです。もう鶏肉でも、いくらでも、それこそお米でもいいんです。え、そんなも、え、何にでも含まれて。いるんですかでいいですグルタミンって。もう、そんなこと言って言ば、あの、脳内ホルモン、今、セロトニンっていう幸せになるホルモンとかありますよね。あれもトリプトファンという、もうアミノ酸ができてるんですけど。それだって、何にでも含まれてるんですね。 とにかくあの基本的にはグルタミンというのは鶏肉とかお肉、えー、お魚には多いんですけれども、基本的にはお好みにも含まれてますから、とにかくいろんなバランスをよく食べることは大事です。うん、次に先生、先生の体の中の一番グルタミンがたくさんあるとか筋 <laughs> 筋肉ですか。僕は九割筋肉です。筋肉です。筋肉。肉がいいんですか。肉食べたら。僕は野菜食べし,しか,か野菜しか食べないです。さっきの,のこ,ここ一週間は。 <laughs> さっきのこうやってこう指でねこうやって自分のふくらはぎに当ててうまくこう全部届かなかったら筋肉があるって言ったけど脂肪でも足太くなりますよねなんかむくみとか脂肪とかもねあの足太くなるなと思ったんですけどやっぱり筋肉の量をきちんと自分でキープしておくっていうことはこれからどんな病気になっている人にとってもすごく重要なことですよね栄養素とそれから筋肉そうなんですも,もう一回言いますね<お>皆さんだから、えー、腸管が免疫の7割あるんです。 腸管というのはグルタミンが栄養なんです食べなかったりもし、えー、奥さんが、えー、抗がん剤やってて食べられなかったら筋肉からグルタミンが誘導されるんです餌を欲しがっているわけですからということは何らかのことをしないと筋肉がどんどん落ちていくんですそうすると抗がん剤が続けられないんですなのでそれに応じた栄養剤というのがあるんですが そういう工夫が絶対いるんですそういうことするもんで抗がん剤の有害事象が減って吉田教授が出されているような良い成績が出されているというところもあるんです、うん、ありがとうございますそのあたりはああそうだったのかっていう今日すごく勉強になりましたあとオプジーボについてのご質問がありますね、えー、オプジーボは胃が,んか胃がんにいつから使えるようになるでしょうかはいこれは誰もわかりませんまだわからないんです <laughs> ただ 胃がんで、はい、えと非常に,そのにベストサポーティブケアって、まあ、いろいろ化学療法が終わった患者さんで何もしない状態とそれからオプジーブを使ったデータで比べるともう明らかにオプジーブを使った患者さんの方がいいという成績が先週ですねアメリカの学会で発表されましてすなわち胃がんについて有効な治療であることが分かりましたですからおそらく今から薬事の申請とかいろいろしてですね 今年の秋ぐらいいいにはという話をお伺いしています、うん、ただこれ私もまだ分かりませんので、はい、あの肺がんとかにはもう使われてるしメ、ね、ラノーマにも使われてますだからそこがあの重要ただね、まあ、今日ちょっとあの免疫療法で少しお話ししましたけれども。はいはい あの免疫療法がよく効くんやと皆さん今日おそらくもうインプットされたと思いますからすぐインターネットで免疫療法って探すともういろんななんちゃって療法がたくさんあります1回20万で6回受けて120万治るでしょって言われても全くそういう資料はデータが科学的には証明されてないんです。ですすからら私どもは1回20万出すなら お,おいしいごっつを食べに行ってあのおいしいお食事を食べてです、ね、あの家族と一緒にあって笑った方がいいよとこのオプジーボはメカニズムが違う薬だから免疫療法としてあの効くと、まあ、そういうことを強くです、ね、あの認識していただければと思いますこの免疫療法というその免疫という言葉がなんとなくこういろんな意味に非常に取られやすい言葉なのでそこに注意を払わないと私ともいけないですね。 そうですね、うん、だから今日田中先生の栄養と免疫の話も要するに理論を立てた免疫量ですからそこのところをよくご注意願えればと、うんはい、さあいろいろとお話を伺っている間に残念ながら時間の方が来てしまいました、えー、今日こうして第一線で活躍していらっしゃる先生方に最新のお話を伺ってきましたので皆様から一言ずつ今日集まりいただいた方々へのメッセージを頂戴して最後にしたいと思いますじゃあ佐治先生から。 あの今日う集まりいただいた皆さんへのメッセージをお願いできますでしょうかまずお集まりいただきましてありがとうございました集まらなかったらスタートしませんであのぜひあの皆さんの友達の中にも素晴らしい友達がいると思うんです人は出会いによって決まりますので,でそういう友達をつかんだらいつまでも一緒に仲良くしてください一緒に友達と、まあ、月に年に1回くらい CT 検査を受けられると 上から下まで全部わかりますで CT 検査でもあの安い CT 検査はダメですから320列を持ってるところで受けてください <laughs> 病院の,のは言えません <laughs> 終わります <laughs> ありがとうございます佐治先生でしたありがとうございました <laughs> では続いて荒木先生お願いいたします,あすま、えー、僕はもうあのイカメラの話をしたんです基本的にあの。 まあ気になる症状、何か気になることがあったらですね胃カメラ今してくれる先生も本当にたくさん見えます、町のクリニックでもたくさん見えます、大きい病院は当然あります。ですから、何か気になることがあったらですねお薬買って様子を見るんでもなくて病院でお薬をもらいに行くんじゃなくて一度胃の中を見てもらうつもりで行ってくれればいいかなまあちょっと辛い、楽じゃないのも確かなんですけれどもまあ僕も飲みましたから <laughs>。 は本当に喉の麻酔だけでじっと耐えて飲みました。まあ、でも飲めます。あのまあ、案外。普段うどんも通ってるところ、カメラが通ってくだけですから。<laughs> あの。 案外大丈夫ですからぜひ先入観を覗いていただいてそれであの先生たちと相談していろんな工夫もありますからいろんな工夫をしてですねあのやっぱり見て見る直接見るというのは何でも直接今日も直接ここまで来て見ていただけるのが勉強になるんだろうと思いますの、ね、世の中もそれ直接見るというのはとってもいいとても分かりやすいことだと思いますからぜひ想像するのではなくて直接見ていただけるような機会を作っていただけるといいかなというふうに思います。 では田中先生お願いします。皆さんありがとうございました。えー、会場の皆さんありがとうございました。あの我々はですね、えー、もうこれダメだろうと、えー、市中病院ではもう手のつけようがないという患者さんも、完全に治す気で、えー、かかっていきます。で、いくつも奇跡を起こしてて、ま、え、あ、ー、ある患者さんはもう息も吸えないものも食べれないという方もいましたけれども。 えー、抗がん剤やって手術やって無事終わってもう本当に6年7年本当にお元気で、えー、過ごしている方もたくさん見えますので、えー、諦めずに、えー、とにかく窓まず来ていただいてですね、えー、我々わ本当あの全力でやります私見てくれこんな風なんですがあ非常に優しくて <laughs>、えー、そこだけ誤解をいつもされるものですから。 えー場合によってはおじいちゃん、おばあちゃんが私に手を合わせることがありますので、えー、お坊さんではございませんので、一生懸命やりたいと思います。で最後、2つメッセージです。貯金より貯金、いいですね。えー、それから超能力は超能力ということで、あおばあちゃん、ありがとうございます。一生懸命うなずいていただいております。帰りにしそと青魚を買っていってください。ありがとうございましたありがとうございました。 そして素敵な歌も披露していただいた高橋和奈さんです。す。お願いしまこの会場には今、がんと闘っているという方もいらっしゃると思うし、まあ、それを支えるご家族の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、患者さんは、うん、ゆっくり焦らずに人と比べてこう落ち込んだりしないようにしてほしいなっていうのとあと、 患者さんを支えるご家族の方は、まあ、いつもと変わらないっていうのが一番ありがたいって私は思うんですけどなんか変に気を使われたりとかっていうのもなんか私は嫌だなって思ったので普通通りに今まで通りに接してほしいなっていうふうに思ったりします。で孫の立場から言わせていただくと、えっと お小遣いとかいらないので、そのお金で検診に行ってほしいなって思いました。はい、ありがとうございました。いい言葉ですね。お小遣いいらないので検診に、本当長生きしてくれることが家族にとって、お孫さんにとっても本当にねありがたいことですからね。さあ、そしてもう座長も務めていただいて今日本当にお世話になりました。では吉田先生からも。 はい、成長いただけた。ありがとうございます。えー、っと、今日はもう300人を超えるたくさんの皆さん方においでいただきまして、一緒に勉強させていただいたことを本当にあの嬉しく思いますえ、私は一応岐阜の中で胃がんを中心として、いろんな消化器がん乳がんも手がけております。是非ともですね岐阜の治療これをですね。ま、日本一世界一に持っていくというのが私の夢でございます。ですから、最先端の治療をどんどん繰り広げていって。 来ていただいたただ患者さんにあ良よかった吉田に見てもらってよかった吉田グループに見てもらってよかった、まあ、そう喜んでもらうことが我々の喜びだというふうに思いますそれともう1点はいくらいいい治療をしても結局ステージが遅い段階で見つかったら治療成績がいくらあっても上がらないのでですからとにかく今日お越しいただいた皆さん方には症状がないうちその検診を受けていただきたいということがまあ大きなメッセージです。 本当に今日お越しいただいた皆さんお一人お一人がもうまさにアンバサダーのような形で周りのなかなかあの面倒くさくて行かないとか忙しくてってこう渋ってる人の背中をそっと押してあげるようなそんな存在に皆様になっていただければ今日私たちがお送りしたことが、えー 一つのアクションにつながっていくと、たとえ、あの、大変嬉しく思います。え、今日先生方お忙しい中お時間いただきました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。そして高橋さんの活動も楽しみにしています。今後も。ありがとうございました。